ブルック・キャスティルはアメリカ合衆国ミシガン州デトロイト出身の女性フィギュアスケート選手。2007年全米選手権優勝。パートナーはベンジャミン・オコルスキー。ミシガン州のデトロイトに生まれ、7歳の時にスケートを始めた。当初は女子シングル選手として活動していたが、成績は振るわず、地方大会レベルであった。 2002年に友人であったベンジャミン・オカルスキーと組み、ペアに転校し、2002から2003年シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦を果たした。2003から2004年シーズンの JGPSBC 杯で初表彰台の3位となり、2004年全米選手権、ジュニアクラスで2位となるなど頭角を表した。リオリンピックを控えた2005から2006年シーズンから、 シニアクラスに転校し、ISU グランプリシリーズに参戦を果たしたが、2006年、全米選手権では8位に終わりオリンピック代表に選出されなかった。2006から2007年シーズン、ネーベルホルンハイで優勝し、2007年、全米選手権では、井上レーナジョン・ボルドウィングミを抑えて初優勝を飾る。 全米チャンピオンとして臨んだ2007年世界選手権では12位に終わった。翌2007から2008年シーズン、2008年全米選手権で3位となり、2シーズン連続の4大陸選手権及び世界選手権代表に選出された。2008年4大陸選手権では、ショートプログラムで4位スタートとなったものの、フリースケーティングで逆転し、総合3位。 初のメダルを獲得した。2010年に現役引退を表明した。バンクーバーオリンピック最終予選。国際スケート連盟主催。ありがとうございます。